視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。今日は皆様に大事なお知らせがございます。そして、大事なお願いがございます。パクユー、 M ステに出れちゃうかもしれません。本日20時からミュージックステーション M ステへの階段ウルトラオーディションというものがスタートしまして、パクユーこちらのオーディションにエントリーしております。ものすごくざっくり説明しますと、このオーディションでグランプリを獲得した一組のアーティストは9月18日に生放送されるミュージックステーションウルトラフェス2017に出演できると。書類動画の一次選考っていうのを無事に通過いたしまして、本日からウェブ投票による二次審査がスタートしました。この二次審査で、10組程度に絞られて、後日最終審査が行われる、そんな流れになってます。ぜひ楽曲を聴いて投票していただきたい。皆さんの力でパクユーを M ステのステージに上げてください。今回のオーディション、投票してくださった皆様にも、プレゼントっていうのがありまして、投票してそれをツイッターまたはフェイスブックでシェアしてくださった方の中から抽選で、あの M ステのアーティスト紹介のナレーションをしている方、ミュージックステーションみたいなこうかっこよく言ってる人いると思うんですけど、その人に自分の名前をアーティスト風に紹介してもらえる、その紹介したこう音声をプレゼントしてもらえる、そんな特典があります。正直このグランプリの一組に選ばれる可能性、限りなくゼロに近いと思います。でも数々の有名なアーティストの作品を下り顔で語ってきたパクユーが、そんなアーティストたちと共演する、奇跡的に同じステージに立つとしたら、恐縮しまくるパクユーをちょっと想像してみてください。ちょっと自分でも面白いかなっていう風に思ったんですよ。そういうもう面白半分の動機で全然構いません。パクユーを M ステのステージに担ぎ上げていただけないでしょうか。投票は1日1回、12時にリセットされます。投票期間は8月18日まで。説明欄に直リンクを記載してますので、そこにアクセスして、投票、そして拡散をお願いいたします。このパクユーチャンネルっていうのは、音楽制作にまつわるこう裏表っていうのを、包み隠さずお話ししていくっていうところもモットーとしてありますので、今回のオーディションについても可能な限り、裏話的なことをお話ししていければなと思ってます。面白い話をするためにも最低でも最終10組には残らなきゃいけないかなっていうふうに思ってますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。みんなで参加して、みんなでこのオーディション楽しみませんか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。